つもりだったけど。ねえ、お願い、お願いだから助けて。数ヶ月前、神の呪いが私たちの世界を一夜にして滅ぼした。落とされた大地の中で人間に何ができるだろう。それでも生きたいと思う私たちの願いを教会の魔女狩りが全て奪っていった。取り戻さなければバラバラになった人々の心を再び一つにまとめる杖の力を。教会に抗う少女がいた。希望を解いて回る少女がいた。人々を信じ続けた少女がいた。一つ一つは小さな光。でも小さな光が集まるとき、それは世界を超える輝きになる。強く儚い私たちの光が今世界を照らし始めた。一瞬の閃光のように。呪われた大地が元に戻っていく。まだ信じられないかも。襲ってくる敵は私が倒すから、その間に君は戦いの準備をお願い。清掃協会の騎士は手強い。モニカは少し気弱な次女だ。戦いは準備できたね。頑張ります。決めるよ。ありがとう、みんなの勝利だね。私にお任せを。生きてゆくことも死んで。両師様、お困りのことが一度ならずあの時と同じ。世界が呪いに侵されているのに、魔女を殺せば呪いも消える。もっとも、奴らは新手が来た。当然だ、教会聞かせ目を閉じれば。アイリスの言う通りだね。君のことは何があってもかな。アイリスは君の護衛もお任せください。さあ行こう。このまま死ねたらどんなに楽か。いつまででも、いつまででも優しく微笑。ロザリー様、ご無事。うむ、世話をかけたの。それにしても急に呪いが消えたと思った。この杖を知ってる。少しじゃがな。ロザリーの言う通りだね。落ち着いて準備すれば。ロザリーは自分をか弱い乙女だなんて。準備できたね。さあ行こう。誰も傷つけさせない。この一撃で。なんとか勝てたけど。待つのじゃ。ついてはことを仕損じる。杖の力にもなる。強化したい者の姿を思い浮かべながら触れるのじゃ。願いよ。すごい、体の奥から力が湧いて。これでバッチリだね。ここから先はより強力な敵が出てくるはず。
でも君の力誰も傷つけさせない。この一撃で狙った獲物は逃がさないと決めるよ。大魔女の本気とくと見よ。ありがとう。みこの先から強打だが、このままでは国が、あれがクリファの。待て、今杖には呪われた大地を もちろん簡単なことでは。お願い、蘇らせる町の姿を思い描くのじゃ。ここまで杖の力、この先にもどんなに辛くとも帰る場所があるだけで人は頑張れるものじゃからの。
ないな。この一撃で大魔女の本気とっと見よ。みんなのために決めるよ。次女の出番ですね。勝ちましたが、油断してはなりませんよ両親。今の敵はなん、まるであれは心の影じゃ。私何も。魔女の力は心の力。呪いクリファの魔女にもだいぶ近づいておる。君の力でみんなの過去の記憶が見られるようになったよ。世界は滅んだ。地獄の豪華に焼き尽くされた国、外傷に蝕まれた国、生命の木に浄化された国、突如として現れた呪いと呼ばれる厄災が全ての国を滅ぼした。だけど私は諦めない。教皇様に杖を託された者として、何よりもう二度と大切な人たちを失いたくないから。決意とともに滅びた世界を歩き始めた。この広い世界のどこかにたった一人だけいるはずの継承者を探すために。魔女狩りが行われるこの世界では、魔女はみんな優しい。君はでも、どんなに辛いことがあっても誰かがそばにいるだけできっと乗り越えられるから。それじゃあ先に進もう。クリファの魔女がいる場所まであと少しだよ。頑張ります。この一撃で大魔女の本気とっと見よ。出るよ。次女の出番ですね。領民が増えると報酬も増えるし、報酬を使って早速強化しよう。
の魔女を止め、元は普通の優しい子じゃったのじゃろう。そんな確かなことは分からぬ。他の国にも。そうじゃろう、世界に。お主どうした。全身が痛い。大丈夫。それよりこの先も操られ。それじゃあ行こうか。次の国は森林国家ブルク公国。全てを拒む氷の呪いに覆われた国だよ。なりません。
はできない。だが
花は優しく触れないと。見せてあげる。トリックショット。今の痛かったよね。これ。負けないよ。見せてあげる。トリックショット。やばい。終わりだ。先に進んでみよう。ここは空間が歪んで、もしここが本当に試練の世界なら私たちの助けとなるものがあるはず。慎重に進んでいこう。
Thank you.